こんばんは。こんばんは。手元テックボタンです。ですね、もう少しで、始まっていこうとしてますけれどもですね、よろしくお願いしたいと思います。10時からまた始まってまいりますのでですね、よろしくお願いします。手元小林です。よろしくお願いいたします。はい。はい、今日もですね、10時から始めて、始めていこうとしてますのでですね、よろしくお願いします。もう少しですね、お待ちください。あと2分ほどですね、お待ちいただきたいと思います。10時から、また犬の時間、番組を始めてまいります。今日もですね、犬の時間、10時から始めてまいりたいと思っております。もう少しお待ちいただきたいと思います。1分ほどで始めてまいります。よろしくお願いします。ではですね、はい、そろそろですね、始めてまいりたいと思います。はい、ではですね、10時になりましたので、犬の時間、番組を始めてまいりたいと思います。こんばんは。こんばんは。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。海外の方々にもですね、ご挨拶させていただきました。最初に一言ですね、お祈りさせていただきまして、始めてまいりたいと思います。天のお父様、主ありがとうございます。あなたが今日祈りの時間、この番組を今、導いてくださっていること、本当にありがとうございます。どうぞ、この主を、番組を最初から最後まで、神が祈りを導いてくださり、恵みを与え、またあなたが働いてくださいますように。
全能の神の手を動かし、神の栄光を豊かに表していってください。イエスは皆によってお願いします。アーメン。はい、ありがとうございます。今日もですね、1時間番組で始めてまいりたいと思いますけれどもですね、はい、皆さんのですね、メールは本当にありがとうございます。祈りのリクエストですね、ありがとうございます、はい、この番組はですね、皆さんのいろんなその祈りのリクエストをメールで送っていただきまして、それを読み上げて、うん、共に見ていらっしゃる方々と、うん、心を合わせて祈って神の働きに期待していくという、でそういう番組でございますけれどもですね、うん、はい、今日も皆さんと共に心を合わせてお祈りしていきたいなと思わさせていただいておりますけれども、はい、神様は本当にですね、素晴らしいことを毎週、うん、毎週毎週ですね、毎日毎日こうしてくださってますね、うん、はい、一週間、皆さんはどのようにお過ごしされたでしょうか。はい、私たちもですね、いろいろですね、主の恵みを体験させていただいて、そして、一週間を送ってきましたけれどもですね、やっぱりですね、いろんな恵みが表されるとですね、うん、神様は本当に素晴らしいことをしてくださってるんですけれども、はい、私たちはこう忘れてしまってしまいやすいんですね。そうですね、はい、あれみたいな、神様、うん、あれみたいな、1週間何してくれたかななんてね、思って、1年前はこんな素晴らしいことがあったのになんていうこともですね、うん、1年前なんていうのはもう全然忘れてしまっていることが多いんですけれども、うん、ぜひですね、まあ、1週間ぐらいはですね、こう神様がしてくださったことを、うん、私たちはこう覚えているっていうことはね、うん、とっても大事なことだと思うんです。はい。はい、それでですね、今日もハンナさんにお聞きしたいんですけども、1週間いかがお過ごしでしたか、ハンナさん。もうね、早くても1週間。そうですか。そういうことですね。恵みいっぱいですよ。恵みいっぱい。はい。はい、どんなことありましたか。先週どこ行ったかな。先週はね、先週あれですよ、ゴスペルクラブがありましてですね、ゴスペルクラブ、はい、ゴスペルクラブがありましてですね、うん、はい、活気立ってました。新しい方々増えたか、そうですかね、はい、ゴスペルクラブ、私増えてました。そうですね、はい、賛美が盛んですね、今ですね、コンサートもちこちで、いろいろね、恵みがあって、はい、うん、素晴らしいですね、うん、素晴らしいです、はい、うん、いろんな方々がね、賛美で恵みを受けてきています。ゴスペルクラブでもいろんなね、うん、方々と関わることが多くてですね、うん、あ、そうですね、なんかご年配の方も来てくださってね、はい、恵みが表されていましたね、うん、はい、そうですね、私はやっぱり、1週間の間にですね、うん、いろいろあったと思うんですけれどもですね、うん、この今ちょっとこのコンサートの用意をね、はい、うん、させていただいてまして、そういえば明日はもういよいよ心ゴスペルですね、はいはいはい、そうなんですね、うん、でこの心ゴスペルに今私たちもですね、関わっている、なんていうんですかね、心ゴスペルに来ることで、こう、関わってきてくださってる人っていうのがいらっしゃるんですね。うん、で、この方がなかなかあんまり教会にはそんなに来ないんですけども、うん、心ゴスペルだけはずっとこう、つながってきてるというね、うん。で、その方がですね、なんとですね、全然連絡が取れないっていう期間が数年続いたわけなんですね、うん、でもう絶対そのちょっと学生時代に、うん、ちょっと教会に来られた方だったんですが、はいはい、ちょっとこう噂を聞いて、うん、でもう全然学校にも来てないというようなね、うん、方だったんですけれどもですね、だからもう全然連絡も途絶えちゃって、うん、これはもう二度とお会いできないかななんてね、うんうん、そういう状態もあったんですが、ところがところが偶然ですね、うん、教会の方がその方とお会いしまして、うん、はいはい、もう神様の導きによって、うん、お会いしてですね、うん、そしてここゴスペルには、うん、
続けてくるということが今起こってるんですね、うん、本当に恵みだなというふうに、はい、よかったですね、はい、心ゴスペルがあって本当に良かったですね。心ゴスペルでその方は続けて今来ているということなので、うんうん、明日もですね、はい、なんか素晴らしい恵みがね表、ね、されるんじゃないかなと、はい、なんかチケットもたくさん売れているというそうですね。もう明日座る席あるんでしょうか。聞いて座る席明日ありますですか。座る席ですかね。ちょっといや私たちは、はい、なんかね、折りたたみの椅子をなんか持ってこうかななんて、ね、持ってきますか。持ってこうかなと思ってますよ。みんなに分かんないように持ってきますか、うん、本当はいけないかもしれないですね。消防署のあれでしょうね。まあ ね座らないとダメな、ね、たこともある。そうそう。でもね、たくさんね人が来そうな気がしますよね、はいはい、楽しみですね、はいはい、楽しみですね、はいということで、今ですね、素晴らしいことが起こっています。はい、はい今日もですね、実はですね、うん、このメールがちょっと多めなので、はい、急いで速やかに。急いで速やかに、はいはい。でも皆さん集中してですね、心合わせて、うんはい、ぜひ祈っていただきたいと思いますけれども、はい、はい、今日はですね、祈りの恵みが表されたこともですね、はい、書かれてありますけれどもですね、今日は、あ、じゃあ S さんのことをですねちょっとねぜひ読んでみていただいて最初に、よろしいでしょうか。はい、ね、はい、では S さんからの祈りリクエスト読ませていただきます。はい、主の皆をあがめます。先週は MRI の検査結果のためにお祈りくださり感謝いたします。はい、結果は、これはガンマの値は正常値になっており、ガンマ GTP とガンマ GTP の値は正常値になっており、他の肝臓の値が少し高くなっていたものの、うんうん、画像からは何の異常も見られませんでした。主に心より感謝いたします。祈りの時間で祈っていただき本当にありがとうございました。でこれは答えのご報告ですね。そうですね、はい、まあ、主が本当に恵みをね、はい、与えてくださって、お体を守ってくださってらっしゃるんですけど、よかったですね。本当に主が、癒してくださってたんですね。なんか、まあ、はい、守ってくださってらっしゃるなと。よかったですね、はい。はい。ちょっと感謝したいと思いますけど。はい、天父お様、Sさんの本当に体の状態を主が守っていってくださり感謝します。うん、肝臓の状態もあなたが、主が助けてくださっていることをありがとうございます。うん、最神が守り続けてください。あなたの守りと恵みを本当に、エスさんに対する主の恵みを本当に感謝いたします。エスさん、皆によってお願いします、ね。ということでですね、ぜひ皆さんいろいろアイコンが表されている中でですね、うん、また祈りの答えもぜひですね、はい、お願いしたいと思います。はい、ではですね、さらに、行きたいと思うんですけど、Kさんのですね、はいはいはい、次はKさんからの祈りのリクエストを読ませていただきます。ハレルヤ、祈りの時間の番組を感謝します。今日もお時間がありました。リクエストするのが遅くなりましたがお祈りお願いいたします。シュートをお嫁を誘って今度の冬白馬キャンプに行きたいです。はい、姑も夫もまだクリスチャンではないのですが、喜んで家族みんなで行くことになり、行けますようにお祈りお願いいたします、はい、ということなんですね。ぜひね、はい、行けるように。これ、あれなんですね、先週ちょっと、ね、来た目だったんですが、ちょっとお祈りできませんでしたので、はいはい、今週ね、祈りたいと思いますけど、白馬キャンプ、はい、2月にですね、はい近づいて、来ています。2月の半ばですね。はい、今日も私たちもちょっとね、ちょっと、何ですか、意外な方が、はい、意外な方ぜひ白馬キャンプに、初めての方ですね。行きたいというね、はい、方がいらっしゃってですね。はい、本当に良かったです。何ですか、食べ放題バイキング。バイキング。うん。うん、そのお話を来たら、すごい目が輝いて。そうです。行きたいと。なんとなんと、私のカバンの中にですね、うん、はいはい。その白馬キャンプの申し込み用紙がありまして。う、は、ん、い。これ、自分で書こうと思って持ってたんですけど、うん、ちょっと忙しくて、まだやってなかったんですね。はい。そしたら、その方がちょうど、その白馬の話になりましたので、うん、お渡ししました。
ああ、そういう感じでね。ああ、よかったです。今日、導きを感じたということですね。導きだったんですね、それもね。はい。はい、それで、まあ、白馬キャンプはですね、うん、何でしたっけ、何でしたっけ、スキーキャンプ。はいはい。スキーも。ですね、その方がね、はい、スキーにもぜひ会いたいということでね、うん、スノボもしたいみたいなこと言ってましたね。言ってましたね、はい、ですからぜひまあ、このお二人は、うん、スキーはやらないかもしれないですけども、うん、温泉とか食べ放題とか ね、はい、そういうことでまた、うん、いろんな恵みがあるのでそういうところで来ていただけたらいいかなと思いますけれども、うんうん、祈っていきたいと思いますね。もちろん、もちろん神様がね、いろんな霊的な祝福を与えてくださると思うんですけれども、うん、お誘いするときにね、そういうところで、うん、結構そういう心が動いたりするんですよね。うん、温泉とか食べ放題みたいなことで動く場合もありますので、ちょっと祈っていきたいと思います。うん、キャンプですね、はい、クリスチャンのキャンプなんですがですね、はい、2月にありますので、祈っていきたいと思いますね。天の父様、ありがとうございます。あなたが K さんからのこのおメールをありがとうございます。父様、本当に、K さんのお姑さんとご主人をあなたが本当に、速やかに救い出していってくださいますようにお願いいたします。うん、特にどうぞこの白馬キャンプに、冬の白馬キャンプに出席できるようにしてくださり、あなたの恵みを表してください。本当に喜んで、うん、家族みんなで行くことができるように、うん、あなたがどうぞKさんとそのお二人を導いてくださって、うん、白馬に喜んで行けるように助けてください。お願いいたします。アシュテント様、本当に K さんからのリクエストありがとうございます。どうか今回のこの冬の白馬スネルボキャンプにどうぞ、お姑さん、また旦那さんもご家族皆揃って、本当に参加することができるように、 K さんのまたこのお祈りをどうぞ主が豊かに、答えてくださり、またこのお姑さんにも働きかけ、ご主人にも働きかけてくださって、本当にこの白馬に行きたいという気持ちを起こさせてくださり、また本当に温泉や、バイキングやそういう楽しいことを思って、また行ってみたいというようなきっかけが起こされますように、どうぞ導いてください。K さんを通して私が働いてくださり、その会話を導いてくださり、本当にこの何か楽しみを持って、期待を持って、このご家族の方々が行けるように、導いてくださりますように、ご家族揃ってお申し込みができるように、導き助けてください。お願いいたします。アテントスもどうぞ、主よ、このケイさんのお姑さんとご主人を本当に解放し、うん、救い出し神の栄光を表してくださいますように、また白馬キャンプがそのきっかけとなるように、うん、主の栄光を豊かに表してください。イエス・キリストの御名によって、このケイさんのお姑さんとご主人を解放します。うん、このケイさんのご家族をイエス・キリストの御名によって解放します。うん、また白馬キャンプに、思いが、行きたいという思いに変えられていくように解放します。天の父様、どうぞ主が導いてください。感謝します。イエス様、皆によってお願いします。ね、はい、きっと主がですね、お二人を導いていってくださるんじゃないかなということでですね、はい、はい、期待していきたいと思いますけれどもですね、はい、はい、次はですね、じいさん、そのイニシャルが、はい、ですね、はい、G という方ですね、はい、はい、G さん、はい、では G さんからの祈るリクエストを読ませていただきます。はい、うん、この娘が家を出て S 地域で暮らすようになって、ここからは遠く、娘を助けてあげることができないとき、神様に願って娘を助けてくれる人を与えてくださいとお祈りしていましたが、はい、本当に神様は子供のいないご夫婦を助けてとして与えてくださいました。うんうん、娘を自分たちの子供のようにして、結婚式もご夫婦の家の庭で、食事もすべて整えてくださいました。素晴らしいですね。うん、そのご主人 M さんが普段から頭痛持ちで、
それがひどく、とうとう手術を先週受けたと聞きました。あ、大変ですね。まだ結果を見るのは早すぎるのですが、以前よりもひどくなったと言っているそうです。うん、娘に促しして、ご本人はいませんでしたが、娘と一緒に心を合わせて祈りました。はい、この祈りが主に届いたことを確信します。どうか共に祈ってくださいということですね。うん、頭痛がですね、ずっと続いて大変だったっていう方がですね、うんうん、教会に行きましょうということで教会の方に誘われて、はい、私たちの集会に来られたんですね、うん、東北の話ですけれども、うんはいはい、そしたらですね、その頭痛がその集会に出て、うん、本当に癒されてしまった。あ、そういう方いらっしゃいましたね、はいはい、その集会からピタッとですね、頭痛が止んで、うん、という方がいらっしゃいました。ですからこの、うん、本当にこの方もですね、うん、まあ、あのクリスチャンなのかもしれませんけども、文面を見ますとこの方はですね、でもまだその癒しの体験というのを、うん、体験されていらっしゃる方ではないのかもしれないので、はい、そういった信仰がね、本当にこう開かれて、はい、いくことが、うんまあ、ですね、あの神様の御心なのかなということをちょっと思いますけれども、うん、はい、はい、ちょっと祈っていきたいと思いますね、うん、天の父様、主はありがとうございます。あなたがこの G さんからのおメールを感謝いたします。うん、父様、本当に、主よ、この G さんの娘さんに、よくしてくださった、M さん、本当にどうぞあなたが、恵みを与えてください。ありがとうございます。この M さんが本当に爺さんの娘さんに、いろんないいことをしてくださったこと本当に感謝します。どうぞこの M さんを助け導いてください。どうぞお願いします。この頭痛から解放されていくことができるように導いてください。そしてどうぞこのあなたがこの M さんの病を頭痛を癒されたことをはっきりと栄光がなされていくように、栄光があなたに帰されていくようにしてください。そして M さんたちが本当に神様の癒しを体験し、恵みがなされていくように。もし M さんたちが神様をすでに知っていらっしゃる方ですならば、本当に感謝します。さらに癒しの恵みを体験していかれるように導いてください。もし知っていらっしゃらない、神様を知っていらっしゃらない方であるならば、さらにイエス様を信じることができるように、この癒しをもどうぞ用いてくださいますようにお願いいたします。愛する天のお父様、本当にじいさんからのいのリクエストありがとうございます。どうか娘さんによくしてくださったその M さんの、頭痛の病をどうぞ完全に癒してくださいますようにお願いいたします。症状がひどく、ちょっと子供が悪くなっているということが許されているということですが、しかし癒しの祈りが届いていらっしゃる、神様の元に届いていらっしゃることをありがとうございます。どうぞ主がその原因、頭痛の原因のもとに皆さんに触れてくださり、その頭痛の症状が完全に消えて、なくなり回復していかれますように、この M さんの、頭痛を本当に一緒が癒してくださることを頭痛にお願いいたします。速やかに癒してくださり、また頭痛で悩まされることがないように、その片頭痛のような状態から本当に解放されていくことができますようにお願いします。何か他に原因があるのでしたら、そのことの原因のうちにも主が完全に触れてくださって、本当にこの頭痛が起きないようになりますように、さらに健康になられますように、主の憐みを持って導き助けてくださいますようにお願いいたします。ぜひ皆さんのですね、言葉で祈ってあげていただきたいと思いますね。よろしくお願いします。天父様、ありがとうございます。この M さんがずっと頭痛だったことを感謝します。あなたがこのことも許されましたから感謝いたします。またこの M さんが手術をしたにもかかわらず、以前よりも今のところ悪くなった状態に見える
そのような状態であることも感謝いたします。アート様、このことを本当にありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたたえます。なぜならばこのことにおいてあなたがさらに良き計画を持っていらっしゃることを信じてありがとうございます。この事柄のゆえにまた私たちが祈るように導かれたことを感謝いたします。本当に主がこのメールを導いてくださったことをありがとうございます。 M さんの今の状態をありがとうございます。感謝します。どうぞ主の道から嵐、栄光嵐、癒し、あなたの勝利を表してください。イエス様の十字架の血潮で私たちを追ってくださり、どうぞ M さんを完全に癒し、あなたに栄光が帰されていくように、イエスキリストの御名によって、その M さんの頭痛を取り除かれよ、癒されよ、イエスキリストの御名によって、主の癒しを宣言します。イエスキリストの御名によってまた頭痛にかかる霊をイエスキリストの御名によってさえ、主の勝利を M さんに宣言します。イエス・キリストの御名によって主に対するこの癒しの信仰が開かれていることを宣言します。イエス・キリストの御名によって主の勝利を宣言します。お父様、どうぞ完全に主の栄光を豊かに表してください。感謝します。イエス様、御名によってお願いします。はい、きっと主がですね、今すでに強く、はい、M さんに働きかけておられると信じて感謝します、はい、本当にきっとですね、うん、素晴らしい主の勝利が表されていくと思いますね。はい、はい、次は愛さんですね。はい、はい、では、はい、愛さんからの祈りリクエスト読ませていただきます。お願いします。毎週のお祈りを感謝します。先週お祈りいただいた W カリスマ聖会も天候も祝福され、はい、聖会も大いに祝福されました。感謝です。ハレルヤ、感謝します。息子の S 君の児童相談所での結果が出ました。全体の発達が2歳2ヶ月とで出て、今3歳4ヶ月なので1歳2ヶ月遅れているとのことでした。はい、そして耳鼻科の検査と ADHD、これは注意欠陥多動性障害、自閉症スペクトラムの可能性がないかどうないか、どちらも先天的なもの、小児科医の発達外来を受けるように言われました、そして半年後また、児童相談所に検査に来てほしいとのことでした、はい、これらのことに今後最善がなされますようにお祈りください。そして言葉の発達を含め速やかに年齢相応に成長しますようにお祈りくださいということです。そうですね、はい、はい、そういうことですね。1歳2ヶ月ちょっと遅れているというような、ことの結果が出たということなんですね、本当に主はですね、助け、導いていってくださると思いますのでですね、感謝をして祈っていきたいと思いますね。はい、正解も本当に祝されたということで、良かったですね。はい、良かったですね。はい、はい、お祈りしていきますね。はい、天の父様、愛さんのこのリクエスト本当にありがとうございます。あなたが本当に、その W 正解も恵み、祝されたこと本当にありがとうございます。あなたを褒めたたえます。感謝いたします。どうぞ、愛さんの息子さん、S 君を、どうぞ、あなたが助け導いてください。どうぞ、その1歳2ヶ月の遅れを、どうぞ、あなたが解放し、癒し、取り戻して、ことができるように、速やかに発達していくように、どうぞあなたが導いてくださいますようにお願いします。また耳鼻科の検査と、それからその他の外来も発達外来も受けるようにということでしたけれども、そのことを言われたことも本当にありがとうございます。愛さんがその言葉を言われたこともありがとうございます。どうぞお願いいたします。もし本当にこの耳の聞こえとかも良くなければそちらも癒していってくださいますようにお願いいたします。あるいはまたお父様、ADHD や、また自閉症のことがあるとかも、
おっしゃるんですが、うん、その奥様を具体的に主が、うん、どうぞ解決し癒しあなたの恵みを表していってください、うん、どうぞ S 君を助けてくださいますようにお願いします、うん、でもこれらの言葉の中で神の最善がなされていくように、また言葉の発達をどうぞ主が与えてください、そして速やかにさらに、この成長していけるように、うん、年齢層に成長していけるようにさらに導いてください、お願いします。アメン。アイスタン様、本当にアイさんからのリクエストありがとうございます。また、先週のこの W 感謝の正解が本当に祝福された正解として、天候も守られた正解でありましたことも本当に感謝いたします、うん、またさらに、息子さんのアイス君をどうぞさりやしてくださり、本当にこの速やかに年齢層に成長されて言葉の発達がまたさらに回復されていかれますように、うん、血の癒しをどうぞ与えてくださいますようにお願いいたします、どうかいくつかの 障害の名前は許されましたが、しかしそれらをまた完全に主が癒してくださって、あなたのご栄光のためにまたどうぞ、このエスクを健康にしてくださり、本当に今度のまた児童相談所、相談所に検査に行くときには、本当に回復して癒されているというそういう結果に至っていかれますように、どうぞあれに助けてくださいますようにお願いします。またこのことの中で本当にこれからの波の中でも最善が、主による最善が表されていきますように、どうぞ主の栄光のためにどうぞなしてくださり、このエスクをさらに癒していてくださることを切にお願いいたします。アテント様、感謝します。このことが許されていることも感謝します。なぜなら主がこのことにあっても、あなたが特別な恵みと祝福を用意しておられることを信じて感謝いたします。アテント様、アイさんの息子さんの S 君の今の状態をも感謝いたします、うん、この言葉の中においてあなたの良き計画を信じて感謝します、うん、あなた豊かに、主の癒しを表し、そしてあなたは解放を与えてください、うん、イエス様の十字架の血をありがとうございます、うん、私たちを追ってくださり、どうぞその S 君を解放し癒し、うん、主の栄光を表してください、うん、イエスキリストの御名によってイエス君を解放します、うん、イエスキリストの御名によって、癒しを宣言します、うん、また言葉の発達が主の御子の通りになされていくように宣言します、うん、速やかに、またこの成長がイエス君になされていくようにイエスキリストによって宣言します、うん、聖霊様がどうぞ働きかけてください。イエス君を、うん、助け導いてください。またイエス君が本当にイエス様を信じることができるように、うん、そして主によって解放されていくことができるように、うん、さらに救いが与えられ、イエス君がイエス様を知っていかれるように、うん、さらに導いてください。イエス君をイエスキリストの御名によって解放します、うん、イエス君を縛って腕を完全に断ち切る、うん、天と様どうぞあなたの恵みを豊かに表し、主が導いていってくださいますようにお願いします、うん、皆さんの言葉でですね、イエス君のためにも、はい、ぜひお祈りください。お願いいたします、うん、天の父様、主をありがとうございます。感謝します。イエス様、皆によってお願いします、ね、はい、主がですね、さらに助け導いていってくださると思いますね、はい、次はですね、ですね、こちらですね、はい、はい、もう一人の S さんからのリクエストを読ませていただきます、はい、主の皆を賛美します。S 上司の癒しと救いのためにお祈りをお願いいたします、うん、職場の S 上司は今年の5月に脳出血を起こし、うん、2ヶ月ほど治療とリハビリのために入院3ヶ月ですね3ヶ月ほど治療とリハビリのために入院していました、幸い、手足は動き話すこともできますし、生活に大きな支障は、きたしていないようなのですが、車の運転などは控えなくてはならないため、できないこともいろいろとあるので、うん、イライラしてご家族に当たったりするようです、うん。またご自分で言ったことをすぐに忘れてしまうようになったようです。
メス上司はお姉さんお二人がクリスチャンであり、メス上司自身昔洗礼を受ける直前まで行ったとお話ししてくださったことがありました。あと以前お話ししてくださったのですが、過去にあった出来事で非常にご自分を責めておられるようです。メス上司の体が回復し、脳においても完全に癒され正常に機能していくように、またエス上司の心の傷が癒されて救われていきますようにお祈りをお願いいたしますということですね、はい、やっぱりですね、うん、この救いの御心がね、やっぱり終わりなんじゃないかなっていうことで、うん、そこをぜひ中心に祈りたいと思いますよね、うん、こういった病が許されたのも神様がですね、うん、こう救いを与えようとしてあると、うん、洗礼を受ける直前まで行ったということなので、はい、昔ですね、はい、ですからまあ救われて、もうすでに救われていらっしゃるのかもしれないんですけど、うん、まあ、救いがはっきりとして、うん、また洗礼もですね受けられるように、うん、教会にですね、行かれるように、そちらがやっぱり大事なことかなと思いますね、うん、もちろんちょっとね大変だと思いますけどね、うん、少しイライラしちゃったりして、うんうん、でもですね、そういうことでお祈りさせていただきたいと思いますね、うん、はい、天の父様、主はありがとうございます。この主は S さんのメールをありがとうございます、うん、この S、上司、その S 上司、 S さんのまた、うん、その上司の方で、うん、S さんという方をどうぞ癒し、また救いを与えてください、うん、今の状態が彼にあることをありがとうございます、うん、しかし本当に彼が救われていき、もう救われているんですならば救いがはっきりとしていき、うん、そしてどうぞ洗礼に至るようにあなたは導いてください、うん、またそのためにも今の状態をありがとうございます、うん、神によって回復させ、うん、彼が神によって回復したことを知ることができるようにしてくださり、うん、信仰が強く開かれ、うん、そして神の栄光が帰されていくようにしてください、うん、彼がはっきりとイエス様を信じ、うん、癒しが与えられ、うん、今の心の状態から解放されていくように、うん、主の栄光を豊かに表してくださいますように、脳においても完全に癒され、うん、正常が機能していくように、どうぞ助けを与えてください。どうぞお願いします。はい、主様、本当にSさんからリクエストありがとうございます。その上司の方であるSさんの病をどうぞ癒してくださり、また救いをまだ明確にこのことの中で、本当に救いがさらにはっきりとされて、告白されていかれ、そして、本当に洗礼を受けるに至ることが、その信仰がまた与えられていかれますように、エスさんの心の内にどうぞ主が触れてください。その傷ついていらっしゃるさまざまなことの中で、またご自分を責めておられるというその痛みの中で、本当にエス様をまた知る機会となり、そしてエスさんが本当にエス様のもとに今さらに近づいていかれますように、導き助けてください。許された病のことを通しても、またあなたが何かご計画があってこのことを許されたことを思いますから、本当にエスさんがあなたのもとでその素晴らしい計画のうちに入ることができるように導き助けてください。本当に完全に癒されていき、弱ってたところが特に脳において正常に機能されていくように導き助けてあげてくださいますようにお願いします。どうぞその手救いの時がまたさらにこの方の上に主が導きくださって、はっきりとエスさんの真理を救いを確認し、そして宣伝に至る決心が与えられていくようにも導き助けてあげてください。お願いいたします。またそのまた自分を責めていらっしゃるところがあるようですけれども、どうぞそこからも完全に解放されていくことができるように、主をどうぞ助け導いてください。うん、お父様、この方を解放してください。この S さんをどうぞその責める思いから解放し、うん、そしてまた神様に立ち返っていかれるようにさらに導いてください。うん、イエス・キリストの名によってエスさんを神に立ち返ることを妨害している霊的なものを完全に縛る、うん、イエス・キリストによって解放します、うん、また救いに至るようにイエス・キリストによって宣言します、うん、救いに至ることを妨害している霊の力を完全に断ち切る、うん、イエス・キリストによって、また既に救われているならば、さらに
イエス君がはっきりするようにイエスキリストによって解放を宣言します。イエスさんに解放をイエスキリストによって宣言します。またこの脳に癒しがなされていくように脳血血で癒された山を感謝します。しかし、どうぞその山からの癒しを与えてください。イエスキリストによって癒されよ、イエスキリストによって癒されよ、体を回復していくようにイエスキリストによって宣言します。どうぞどうぞあなたの恵みを表し救いを早め、また救われているならばさらに救いがはっきりするように解放を早め、主のもとに立ち返っていくようにさらに導いてください。どうぞお願いいたします。ぜひですね、皆さんの言葉でも救いと癒しのために S さんの、その上司、S 上司さんのために、お祈りください。皆様、ありがとうございます。主の癒しを感謝します。主の救いの働きの技を感謝します。イエス様、皆によってお願いします。必ず主がですね、さらにイエス様の上司さんの強く働きかけていってくださったと思いますね。はい、きっと主が解放に至るように、救いに至るように、さらに主が進めてくださっていると思いますね。はい。ではですね、次はこちらの、はい、次ちょっとですね、はい、メールが長めなんですが、はい、はい、では少し早めに読んで、はい、では F さんからの祈りリクエスト読ませていただきます、はい、精神の病の息子は26歳で今は教会に来ていませんがイエス様は信じているようです。癒しを祈り続けてきましたが、私が夏の白馬キャンプに参加してこのことを祈っていただいてから、転院と薬のことを語られ祈っていました。その後、強制的に医療処置、入院となり、病院が変わり、薬も変わりました。すると物事への過敏な反応が収まり、アパート生活が落ち着いてできるようになってきて、なっています。病院と薬が変わったら、解放されたってことですね。うん、癒された。はい。架空の自分の世界に浸っているところがまだありますので、現実の自分を受け入れられるようにお祈りください。毎回の、前回祈っていただきました、私の新たな職については、うん、面接をして一箇所は受かり、採用となりました。よかったですね。感謝します。はい。1月4日からの勤務ですが、同日は休みですが、月曜日から金曜日の5日間連続勤務などに、これまでの経験からして看護師の仕事ですが自信がありません。なぜなら今までデイサービス勤務ですが自分の希望のシフトが選べましたので 5日間連続勤務はあまり経験しておりません。採用されて嬉しいものの心に心配があります。時間勤務、この何時間勤務の看護師の仕事がなくなった時にヘルパーとしてからありますと言われたことがあります。しかし第一テサロニケ4章11節で自分の仕事に身を入れと示されて看護師の仕事で4時間でなく8時間のところを探し続けました、すると今回条件に合ったところが見つかったのです。職場の人間関係のプレッシャーに負けないで感謝して働き続けられるように体力的にも守られますようにお祈りください。カリスマ聖会や白馬キャンプも前もって1ヶ月前までに希望給が取れることということです。これも問題なく取れるようにお祈りくださいということですね。そうですね、はい、それはですね、さっき何時間勤務っていうのですね、はい、8時間勤務の、はい、ということですね。看護師の仕事がなくなった時にヘルパーとしてならありますと言われたことがですね、はい、まあちょっとですね、息子さんが一つ、この転院と薬が変わって、病院と薬が変わって、それで解放されたということを巡りですね、それはよかったと思うんですけれども、はい、この間はですね、その
ご自分のお仕事のことで、うん、あのこちらの方に、ね、うん、祈らせていただいたんですけれども、うん、そのですね、面接、一つのところが採用になったということなんですね、うん、だけどまだちょっと不安が、その採用になったものの、うん、ちょっと心配があるということで、職場の人間関係のプレッシャーに負けないで感謝して働き続けないように、うん、ということですね、体力的にも守れるように、そしてまあ、先ほどですね、祈った白馬キャンプとか、うん、はい、あるいはその地方のカリスマ政界とか、はい、そういうところにも希望、問題なくですね、うん、休みを取れるようにと、そうですね、いうことですね、はい、はい、ちょっと祈っていきたいと思いますね、はい、はい、天の父様、主ありがとうございます。本当に息子さんの、うん、心の病が愛された状態、しかしそのこともありがとうございます。アメン。イエス様を信じていらっしゃるようですが、そのこともありがとうございます、うん、しかし教会に今行ってらっしゃらないようですから、そのこともありがとうございます、うん、どうぞあなたが本当にさらに、落ち着いて、こう生活できるようになったことも本当に感謝いたします、うん、しかしどうぞさらに、回復を与え、うん、さらに、教会生活もできるようになり、うん、そしてさらに、解放されていく、特に現実の自分を受け入れられるようになるように、うん、どうぞお助け導いてくださいます、お願いします、うん、またそのお母様 F さんが、うん、本当に今職が新たに与えてきたこと、うん、ありがとうございます、うん、どうぞお願いします。本当に人間関係のプレッシャーから守られ、うん、感謝して働き続けられるようにどうぞ力を与え、うん、また体力的にも守ってください、うん、どうぞお願いいたします、うん、愛する天の父様、本当に F さんからの祈るリクエストありがとうございます。本当にまた息子さんの状態が、本当にアパートの生活を落ち着いてできるようになってきたということをありがとうございます、本当に主の癒しがまた表されたことを感謝いたします、そしてまたさらに息子さんの、現実の自分を受けられるということが、また癒されていき、はっきりとそのことが、自分を受けられるように、導き助けてください。架空の自分の世界に立てたところから解放されて、恐れから解放されて、子供ができるように、どうぞ息子さんを励み助けてくださいますように、お願いいたします。また F さんの仕事が今見つかってきたことを感謝いたします。さらに感謝をして働き続けられるようにということに関しても、本当に人間関係のプレッシャーなどにも影響されることなく、ご自分の働きのお仕事がもっとできるように助けてください。また喜びを持って感謝を持ってその仕事が続けられるように力を与えてください。また体力的にも、大変だと思いますが、どうぞ癒しを与え、疲れからも片付け、本当に体力的にもいつも守られてお仕事が続けられますようにお願いいたします。またクリスマス生活や白馬キャンプにおけるお休みを、何日か取りたい時にも必ずそれが取れるように職場環境も助け導いていてください。お願いいたします。天様、休みも速やかに取れるように助け導いてください。ぜひ皆さんの言葉でですね、うん、お願いください。うん、テント様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、皆によってお願いします。ね、はい、F さんについてもですね、主の栄光がさらに話されて、いくと思いますね。はい。と、その職場においても主がね、助けを与えていってくださると思いますし、はい、息子さんもさらに良くなっていかれると思いますね。はい、はい。次はですね、M さんの、はい、ですね、では次は M さんからのリクエストを読ませていただきます、はい、主の皆を賛美します。主人の白血病のためにいつも問いなしの祈りを感謝いたします、杖をついて歩くことができ、リハビリ病院での訓練は12月で終わり、1月からは白血病の治療になるようです、はい、骨髄で正常な血液が作られ、白血病細胞がありませんように、うん、正常な白血球、正常な赤血球、
正常な血小板の数値が減っています。正常な数値に増加していきますように、栄養状態がさらに良くなり、体力が与えられ、炎症、感染症にかからないようにお祈りをよろしくお願いいたします。はい、ということですね。お祈りしましょう。天の父様、あやむさんのお目の本当にありがとうございます。あ、父様、このお病が、あやむさんのご主人に癒されて、その許されていることもありがとうございます。うん、しかし、あなたは、回復を与えて、来てくださったことをありがとうございます。うん、本当に、このリハビリ病院に、つよついて歩くところまでなってきたこと、うん、本当にありがとうございます。うん、お父様、本当にありがとうございます。うん、本当にありがとうございます。うん、どうぞ、その、エムさんのご主人をさらに支えてください。うん、そして、どうぞ正常な血液がさらに骨髄で作られていくように、その骨髄の部分にこう、主がさらに癒しを与えてください。白血病細胞がなくなるようにしてください。どうぞ正常な白血球、正常な赤血球、そして正常な血小板の数値がさらに豊かに、こう上がっていくようにしてくださって、増加していくように、たくさんその正常な血小板、赤血球、白血球がさらに作られていくように、また栄養状態がさらに良くなっていくように、体を強め、強め、主の強めを与えてください。うん、どうぞまた、炎症や感染症にかからないように、うん、体力もさらに強められるように、どうぞお願いします。だめ、愛する天皇様、本当にこの M さんの、リクエストを感謝いたします。また、ご主人がさらに癒されてこられていらっしゃることをありがとうございます。本当にリハビリ病院での訓練が12月で終わることになりましたことをありがとうございます。さらに白血病の治療が、完全にまた進められ、本当にこの血小板、白血球、赤血球なども全ての数値が、正常値に回復し、増加していくことができるように助けてくださいますようお願いいたします。また栄養状態もさらに必要な栄養が十分に取り入れられるようになり、体力的にも本当に力がさらに与えられ、感染症や炎症などを起こすこともなく、一切そういったことにもかかわずに、癒されていき、回復していかれますように、助け導いていてください。お願いいたします。ぜひ皆さんの言葉でですね、M さんのご主人のためにお祈りください。お願いします。うん、天父様、ありがとうございます。M さんのご主人の今の状態を感謝します。ここまで回復させてくださったことを感謝します。ね、感謝します。主を褒めたたえます、ね。イエス・キリストの名によって M さんのご主人は今、イエス様の十字架の血潮で私たちを追ってくださり、ね、M さんのご主人をさらに強めてください。イエス・キリストの名によって M さんのご主人をさらに、癒されよ、イエス・キリストの名によって病の霊を抑え、白血病の病の霊を抑え、イエス・キリストの名によってさらに骨を骨髄をさらによくない、機能を回復せよ、正常な血液をさらに強く作るようになれ、イエス・キリストの名によって血小板、赤血球、白血球をさらに数値が多く、その白血球、赤血球、血小板が多くなるようにイエス・キリストによって宣言します。うん、また体がさらに強められるように宣言します。うん、また炎症と感染症からの守りをイエス・キリストによって宣言します。うん、父様、どうぞあなたの勝利をさらに高めにしてください。またどうぞ M さんとご主人を励ましてください。うん、信仰を与え続け、さらに強めてください。うん、感謝します。イエス様、皆によってお願いします。うん、ね、はい、さらにですね、主からの力と癒しが望んでいくと思いますね。はい、次はですね、次は S さんですね。はい、では S さんからのリクエストを読ませていただきます。主を賛美します。心の傷の癒しのためにお祈りお願いいたします。数年間関わっていた方がいるのですが、その方と関わったことで心が傷だらけになりました。その方の
意地悪な行動でショックを受け、うつ病になったのが最初で、その後も意地悪が続き、精神が、崩壊しそうになるほど辛いこともありました。かっこ今うつ病は癒されています、うん、その方にそのことを言ったとしても、そういうつもりじゃないと言われそうな微妙なことなので言うことができませんでした。会計を改善しようと私が好意的したことも、悪意に、悟られ、また意地悪されるということが何度も続きました。ある時本当にきつくって傷ついたことを伝えたのですが、それほどのことではないというような様子でした。数ヶ月間その方と関わったことが見心でなかったとやっと分かりました。私が正しく聞き従えていなかったのです。今もその方は私に冷たい態度をとります。私はその方を見るとゾッとしてしまい、傷が深いことを感じています。これは学びだったと思っています。主はすべてを益としてくださることを知っていますから感謝します。心の癒しと解放のためにお祈りをお願いいたします。はい、というですね。天のお父様、本当にありがとうございます。Sさんがいろんなことを主から教えていただけたこと、本当にありがとうございます。確かに、このマイナスに見えることが許されましたが、しかしこのことだから、聞き従いと感謝することを学んでおられること、本当にありがとうございます。どうぞ、今まであったことらを感謝を徹底してなしていけるように、さらにどうぞ、この聞き従いで、正しく聞き従いで、さらに導いてくださり、その感謝と聞き従いの中で完全に心の癒しと解放が進むように、主の栄光を豊かに表してください。どうぞお願いいたします。ね、愛称でお様、本当にこの S さんからの祈りのリクエストを感謝いたします。あなたの心の痛みの傷をお家に苦しんでおられたことを、私は全てをご存知ですから、ありがとうございます。また学びもあったということですから、このことはありがとうございます。どうぞ本当に全てのことを益としてくださる主ご自身に、さらにより頼み、またこの感謝の御言葉を祈っていかれますように、そして真の解放と癒しがこのことの中でまた感謝の祈りを通して豊かに表されていかれますこともさらに導いていてくださることを切にお願いいたします。ぜひ皆さんの言葉でですね、Sさんとお祈りください。天の父様、主ありがとうございます。本当にありがとうございます。あの今の状態も感謝します。またイエス様の十字架の血をありがとうございます。どうぞ私たちを追ってくださるイエス様をさらに解放し、癒し、あなたの恵みを表していってください。イエスキリストによってイエス様をさらに解放します。イエスキリストによって心の癒しをイエスキリストによって宣言します。また、イエス様がこの感謝と聞きしたのをさらになしていけるように、イエスキリストの宮にて宣言します。父様どうぞ、主をエスさんがさらに徹底して感謝と聞き従って、正しく聞き従って、意見にさらに導いてください。感謝します。エスさん、皆によってお願いします。ね、確かにですね、エスさんが学んだようにですね、この感謝と聞き従いがね、本当に鍵だと思いますね。はい、次は M さんですね。はい。はい、M さん管理のリクエスト読ませていただきます、はい。主の皆を褒めたたえます。いつも肺がんの癒しのためにお祈りを感謝します、祈りの課題です。丸1、私のうちにある復活されたキリストの力により肺がんの完全な癒しがありますように、はい。丸2、医学の上に主権を持って立っておられる神様によって奇跡が与えられますように。先日職場の放射線科のドクターに肝臓がんが消えた証をしました。すると人間の体は医学を超えた計り知れないものであり、いろいろなことが起こってもおかしくない、だから肝臓がんが消えたということもあり得ると思うと言われました。非常に語りかけを受けました。さらにお祈りをよろしくお願いします。はい、ということですね。神様はですね、エムさんを癒してくださったと本当に思いますけれども、はい、このたまたま起こったのではなくてですね、肝臓が消えたのは、その神様がね、はっきりと癒してくださったことだと
と思いますね、はい、お祈りをしていきます。天のとすま、本当にありがとうございます。 M さんの肝臓が消えたというその証しを、うん、この職場のドクターの方にもできたこと本当にありがとうございます、うん、本当にそのことを導いてくださったことありがとうございます、うん、このドクターも本当に神に栄光を期するように、うん、主がどうぞさらにあなたがこのドクターにも働きかけてください、うん、そしてどうぞさらにはっきりと、うん、M さんの癒しが完全になされていくように、この復活の主イエスキリストの力により、うん、肺がんが完全に癒されていくようにさらに導いてください、うん。主の力がさらに表されていくようにしてください。うん、また、どうぞ、このさらに、この奇跡が豊かに表されていくようにしてください。うん、主が全てをご支配しておられますから、うん、どうぞあなたの完全な癒しをさらに、豊かに表していってください。お願いします。ね、愛する天様、本当に M さんを栄光まで肝臓が癒してくださったことを感謝し、主の御栄光を表してくださりおめでたい感謝いたします、ね、どうぞさらに肺がんの癒しにおいても完全な癒しがさらに表されていきますように、その M さんの信仰を通して私がさらに働いてくださって宮座をどうぞ表していてくださることを切にお願いいたします。お父様、今十字架の血を持って豊かに私たちを追ってくださり、どうぞ M さんを完全に、癒してください、うん、イエスキリストを見られた肺がん癒されよ、癒されよ、イエスキリストを見られて癒されよ、イエスキリストの御名によって、主の奇跡を宣言します、イエスキリストの御名によって、肺がんの完全な癒しを宣言します。お父様、どうぞあなたの勝利を豊かにしてください。肺がんのかかる霊をイエスキリストによってさえ、お父様、どうぞ勝利を出してください。ぜひ皆さんの言葉でですね、お祈りください。お願いいたします。うん、M さんの肺がんの癒しのためですね。お願いします。天様、主はありがとうございます。感謝します。あなたを褒めたたえます。感謝します。イエスは皆によってします。はい、M さんにもさらにですね、強く主が働きかけ望んでいってくださると思いますね、はい、次は王さんの、はい、では王さんのお祈りをさせていただき、リクエストさせて、読み上げさせていただきます、はい、いつもお祈りありがとうございます、主人が年末年始に1週間休みになります、その間、この昼から深酒をして夕飯の時間が4時ごろだったり6時ごろだったり定まらず、夕飯が 2,3 回、それを用意するのに家族が大変になります、はい、なるべく主人が深酒をあまりしなくて夕飯の時間帯も定まってくれるように、またお酒を飲みすぎて暴言を吐かないようにお祈りをお願いいたします。お願いしましょう、ね、はい、天と様、王さんのそのご主人の今の状態を感謝します。あと様、なぜならばあなたがこの状況の中にあっても主を褒めたたえます、うん、あなたはご主人をも支配しておられる方ですから感謝します、うん、あと様、どうぞご主人が深酒をしなくて済むようにどうぞ助けてください、うん、またどうぞあなたがご主人をもコントロールしてくださり、うん、この夕飯の時間帯をこう定まって、そのご主人が、うん、取っていかれるような感じになるように、どうぞあなたがまたお酒を飲みすぎないように、うん、また暴言を吐かないように、うん、どうぞあなたが助け導いてくださいますようにお願いいたします。天父様、本当に王様のリクエストありがとうございます。どうかご主人が深酒をあまりすることなく、また夕飯の時間も一定の時間で定まってご家族が負担にならないようにどうぞ助けてくださり、また深酒をあまりすることなく暴言を吐いたりしないように、お酒を飲みすぎないようにもどうぞ主の癒しを与えてくださるようにお願いいたします。あと、様、どうぞ助け道皆さん、イエスキリストの名によって、この王さんのご主人を解放します、特に年末年始の1週間、偶像の霊的なものからイエスキリストによって解放します、さらにこの1週間特に守りを与えるなさって、王さんのご主人をさらにイエス様を知ることができるように導いてください、救いが明確になるようにしてくださり、あなたの勝利を豊かに表してください、お酒からも完全に解放されていくことができるように
イエス・キリストの皆によって宣言します。アメン。天様を感謝します。イエス様の皆によってにします。アメン。ね、はい、きっとね、主の恵みが表されていくと思いますね。はい。次はですね、Y さんの。はい。はい。Y さんからのリクエストを読ませていただきます。原因不明で熱が上がったり下がったりしています。風邪のような症状もあり、頭痛も時々あり、声が突然出なくなりました。体調のためにお祈りお願いいたします。それから有料老人ホームで働き始めたばかりなのですが、霊的に悪いと思われる場所がいくつかあります。ずっと悪霊に祈りを捧げているおじいちゃんがいますが、そのせいだけではないみたいで、食堂の出入り口の近辺の場所は突然立っていられないほど気持ち悪くなります。詳しいことはまだ調べていないのですが、死人が出て警察沙汰になったような事故もあったようです。守られるようにお祈りいただけましたら感謝いたしますということですね。はい、ちょっとこういう状況もあるようなんですけれども、でもまあ体調がね、熱上がったり下がったりっていう、風邪のような症状、頭痛とか、そういうことも体に出てるので、やっぱりちょっともちろんその霊的なね、こともあるかもしれませんけれども、しかしあの病院にもね、ちょっと行かれた方がいいかなと、もし、まあちょっとお忙しいかもしれないですけどもですね、はい、お祈りしますね。天のお父様、主をありがとうございます。お父様、この Y さんのこのメールをありがとうございます。今のような状況が許されていることをも感謝いたします。お父様、どうぞ、お母さんを助け、導いてください。そして、主がどうぞ、この体調の不調を訴えていらっしゃいますが、どうぞ、この事柄も感謝いたします。あなたは助けを与えてください。どうぞ、霊的なその影響からも守り、どうぞ、主がこの Y さんを強めてくださいますようにお願いいたします。またどうぞ特別な守りを与え、また体調が整っていくように、どうぞ熱が上がったり下がったりしないように、あるいはまた風邪のような症状からも癒されていくように、どうぞ頭痛を出ないように、どうぞ助けてください。お願いします。ね、ありがとうございます。Y さんからのリクエストありがとうございます。どうぞ熱が上がったり下がったりする状態、風邪のような症状が癒され、また頭痛もなくなっていき、声がまた通常に出るようにしてくださいますようお願いします。その体調が不調になった原因の音に私が触れてくださり、声も普通にまた出るようにしてくださることをお願いいたします。またお仕事場の底の受ける栄養のある戦いの中にあって、どうぞ Y さんを癒してくださり、解放してくださり、守られますように、屋敷者からも守られて、ことができるように、さらにまた健康になられていかれますように、ある意味助けてください。お願いいたします。アテント様、ありがとうございます。あなたを褒めたたえます。感謝します。アート様、ありがとうございます。感謝します。アート様、今の Y さんの状態を感謝します。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。今、イエス様の十字架の恵みを感謝します。どうぞ今、私たちを守り、また、Y さんを解放し、癒してください。イエス・キリストの皆によって命ずる、Y さんを、この病の霊から解放します。イエス・キリストの皆によって病を去れ、またこの病の霊を去れ、イエス・キリストの皆によって主の守りを宣言します。あなた様、Y さんを強めてください。今主どうぞ特別の守りを与え、あなたの恵みを表してください。強めてください。感謝します。ありがとうございます。イエス・キリストの名で主の勝利を宣言します。天と様は助け道ください。 Y さんを守り続けてください。イエス様の皆によってお願いします。はい、きっとね、主の助けが与えられていくと思いますね。はい、ですね、この祈りの答えがね、はい、ですね、M さんですね、はい、もう一人の M さん、はい、もう一人の M さんからのリクエスト読ませていただきます。いつもお祈り感謝します。 H さんですが、リンパ腫で痛みが続いています。この、腹水が、たまり今週抜くそうです。神様が H さんに最善を出し、胃がん、リンパ腫、
店員が完全に癒されるようにお祈りくださいということですね。はい、見ましょう。天の父様、ああ、主はありがとうございます。主は M さんのこのリクエストをありがとうございます、うん、どうぞ H さんを主を完全に癒し、うん、あなたの助け導いてください、うん、どうぞ今週複数抜くということなんですけれども、うん、どうぞお助けを与えてください、うん、癒しをどうぞ豊かに与えてくださいますようにお願いいたします、うん、どうぞ H さんのその胃がん、うん、リンパ腫、転移がんを完全に癒してください、うん、今十字架の血を持っておいてくださり、うん、完全な癒しを与えてくださいますようにお願いします。はい、主天様、乙女山さんからリクエスト感謝します。本当にエイチさんの病をどうぞ癒してくださり、リンパ腫である痛みを取り除いてくださって、腹水がちゃんと抜けられて、また最善がなされるように、医療もまた技術の面においても最善治療、また適切な処方が与えられて、その効果が出るようにしてください。そして胃がんやリンパ腫、転移が完全に内野さえなくなっていくことができるように、主の意向を表し導き助けてくださることを切にお願いいたします。ぜひですね、皆さんの言葉でぜひですねお祈りください、お願いいたします、M さんのその H さんですね、うん、そのためにぜひお願いください。お願いいたします、はい、天道様、本当にありがとうございます。主を感謝します。そのエイスさんの今の状態も感謝します、うん、どうぞエイスさんを助け導いてください。今イエス様の十字架の血潮で私たちを追ってくださり、イエスさんを癒し、どうぞそして、完全に、解放し、あなたの恵みを豊かにしてください。イエスキリストによってイエスさんをこのがんよ、イエスさんのがんよ、イエスキリストによってさえ癒されよ、イエスキリストによってがんの病よさえ、イエスキリストによってこの胃がんよ消えてなくなれ、リンパ腫を正常に良、くなれ、イエスキリストによって転移がよ完全なくなれ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、あなたがんの病の霊をさえ、二度と戻ってきてはならない、癒されよ、あなたの想像と完全な癒しを与え、助けを与えてください、どうぞお願いします。またその腹水を抜くという言葉ですけれども、その事柄も完全に、その治療も完全に、成功させてくださりです、非常にこう強められていくように、医師さんが強められていくように回復を豊かに与えてください、うん、どうぞお医者さんも最善の治療をさらに導いてください、うん、あと様、感謝します。あなたが助け与え続けてください、うん、医師さんも皆によってもします、うん、ね、はい、ですね、はい、ですね、大丈夫でしょうかね、はい、もうですね、今日ははい、この R さんの、はい、はい、はい、ではこちらですね、 R さんからの祈りの答えを最後にですか、はい、はい、読ませていただきます。主の皆を賛美します。いつもお祈りありがとうございます。先週お祈りしていただきました土曜日の福祉施設でのコンサート、とても喜びあふれたコンサートになりました。私たち自身も祝福されました。お祈りを心から感謝しますということです。はい、本当に主が恵みをですね表してくださったということで感謝したいと思いますが、はい、今日はですねだいぶですね、十中十を回ってしまいましたが、本当にですね、皆さんに対して祈ってくださって本当にありがとうございます、はい、来週もですね本当に主に期待したいと思いますけれども、はい、感謝したいと思いますね、はい、天の父様、この R さんからこの答えが表されたと本当にありがとうございます、はい、あなたがコンサートで、恵みを表してくださったことを感謝します、はい、あなたに栄光を期します、はい、あなたを褒めたたえます。このことにおいても祈りを聞いてくださったことを感謝します、はい、イエス様皆によってお願いします、はい、はい、今日はですねこれで、お祈りを終わりにさせていただきたいと思います。皆さん本当に
1時間ですね、共に祈ってください。本当に感謝します。ありがとうございます。じゃあこれで、ですね、終わりにさせていただきます。天の父様、今導いてさったこと心から感謝します。あなたがここまで導いてさったこと感謝して、イエス様皆によってお願いします。アメン。はい、どうもありがとうございました。また来週、失礼いたします。さよなら。言葉は私の声。